高速函館号は、北海道中央バス、道南バス、北斗交通、函館バスが共同運行する都市間、バス路線。なお、東港では、北海道中央バス、道南バス、北斗交通が、かつて運行していた、オーシャンドリーム、オーロラ号についても解説する。運輸省の北海道運輸局では、1984年1月、 オフシーズンの長い道内貸切バスの活性化の方策として、海運性定期バスの運行の充実を図る方針を明らかにしていたが、これを受けて、北斗交通は、参加の北斗交通トラベルによる募集型会運制バスとして、1984年3月に札幌と函館を結ぶ夜行バスの運行を開始した。北斗交通では、日本近距離航空と提携し、片道は、 夜行バスで片道は航空機を選択できるツアーパックも設定した。運行形態は複数台運行の中で交代運転手が乗務するバスと車掌が乗務するバスが混在しており、例えば三台運行の場合、運転士4名と車掌2名という組み合わせであった。交代運転士は当該便のすべての車両の予備という位置づけであり、認可上も車掌乗務となっていた。 また、函館と札幌の双方に拠点があることから、途中の豊浦付近のドライブインで、上下便の乗務員が入れ替わる、つまり、ドライブインを中間点とした、事実上の乗務員の往復運転体制を取るというユニークな方法を取っていた。しかし、同年5月に、北海道内の都市間輸送のツアーバスについて、乗り合いバスの免許秩序が乱れるとして問題視されたことから、 道運輸局では同年12月に開運制定期バスには道路運送法24条の2を適用するとしたこれを受けて本路線についても乗り合い運送の特別許可を申請同月中に認可されたその後1990年に乗り合い免許を正式に取得名実ともに 路線バスとなった。専用車両の方向幕は高速札幌函館幕であり、上部にはオーロラ号の表記が記載されていた1986年10月31日限りで、函館本線の普通夜行列車が廃止されたことから、札幌と函館を結ぶ夜行の公共交通機関としては唯一の手段となった。その後、北海道旅客鉄道では、 1988年より夜行快速列車ミッドナイトの運行を開始した。ミッドナイトでは普通座席車だけではなく、バスでは放棄上不可能なカーペットカーを連結するなど、オーロラ号を意識した施策を行った。中高便、中高便、夜行便2015年12月1日現在、ありがとうございます。